おはようございます。釣り子 TV です。100円均一のですねダイソー、ここに行ったらまあねちょっとした釣り具コーナーなんかがあって楽しみで、よく覗くんですけども、一つね、買っちゃいました。結構ね面白いルアーがあって、これねラバージグ、重さ 7g って書いてあるんですけど、ラバージグって書いてあるそばからここにねハードルアーって書いてあるんです。ハードルアーじゃないんじゃないかなーなんて、これね裏見てもねダイソーって書いてありますけども、ラバージグハードルアーって書いてあるんですよね。これね何だろうと思ってね、どんな針なんだろう積んであるのかなとかねすごい気になってね、一つ買ってきてました。まあダイソーということでね、100円、まあねラバージグもねちょっとしたいいメーカーの買うと600円700円とかするご時世ですからね、まあ100円でね使えるラバージグなんか買えたらこれは大したもんだと思うんですけども、まあこんな感じなんです。タコベイトじゃないよっていう、まあでもねラバージグって書いてあるからね、ハードルアーのラバージグ、じゃあちょっとね開封していきたいと思います。おお、このねラバーのね張りがまた独特ですよ。やるなこれ。こっちからね買った方で見たら気づかなかったけどね、こうね裏見たらね、まあ、ちょっとだけ塗装のハゲが見受けられますね。ね、このねちゃんとした針先を守るカバーなんかがついていて、じゃあどんな針がついているのかなと思ったらね、これ結構ね細軸でね鋭いんですね。これちゃんとしてるなと、針がねもっとねなんだろうずんぐりむっくりな針がついていて、そんでもって結構針先もなめってるのかななんてちょっとねヒヤヒヤしながら出してみたところ、これはねしっかり魚かかりそうだなっていうね。で 7g にしてはまあちょっと細軸なのかななんていう針がついているんで、今ねこのね春先の微妙なバイトなんかもね鬼がかりするんじゃないかなってい こう細軸のねこういった針がついて、で懐はまあちょっとラバーを巻いてるからワームキーパー部まではそんなに機能しないかな。だからワームのちょんがけとかで使ったらいいのかなっていうところと、まああとはねガードがついていないのでディフェンス能力はね低いので、オープンウォーターでスイミング気味にねジグストみたいな感じでね泳がしたらいいんじゃないかな。でこれがねまあ人によってはちょっとまあこう避けてないとこがあったりして安っぽく見えるかもしれないんですけども、案外このきしめんラバーみたいなねこのラバーは結構アピール力ありそうだななんていう風に感じますよ。まあねつけるトレーラーによっては結構いい仕事をしてくれるんじゃないかなっていうことで、早速次のねバッツにこれはちゃんと持ってってやってみようかな。まあなんでラバージグで裏の台紙がこうハードルアーってきたのかね、ここはねちょっとねまあでもねこれとこれが間違ってんのかなと思ったけど、裏見るとねラバージグかっこハードルアーって書いてあるん でシリコンゴムスチールとかね書いてありますけどね。あとはねまあ安全に気をつけてくださいねみたいな、まあ針ですからね説明書きがあって、一応 7g って書いてあるんで、何 g か測っておきたいと思います。ダイソーのラバージグその名もハードルアー、これは何 g でしょうか。まあねラバーの重さとかが相まって 7g って書いてあるんですけど 9.2g って出ましたね。ということでおよそまあ8分の3オンスぐらいなイメージで投げていけばいいのかなっていう感じで、でね思いのほかこう針は細軸で魚かかりそうな針がついておりますよということで、まあ実際ねもうちょっとこれ使ってみないとよくわかんないですね。まあね面白そうなんで一つ買ってきてましたよ。というわけで本日の釣り子 TV はダイソーで見つけたですねラバージグ、その名もまあねハードルア、これを開封してみてこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。